イ袋ボクロウ。いおーい。<laughs> から元気ですね。<laughs> 違う、うん、そんなことはないですよ。<laughs> どうえ反応したらいいかなと思ってちょっと。ああ<ー>。水。ちょっとね、えー、だいぶ喋ったので喉が乾いたので、はいえー、ウーロン茶飲みましたけれど。私そば茶。あ、いいですね。はい。お茶の話しますか。<laughs> じゃないんですよ今回は <laughs> えー、まあね去年ですけれど「紅白」でね今回結構メンツが面白いメンツがああ星野源くんとかねそう私星野源くん源くんじゃない源さん <laughs> <laughs> めっちゃ好きなんですよもともとあの今やサブカル女子の憧れの王子様ってなってるらしいけどね <laughs> そうなんか 有線かラジオかで流れてた曲があってこれ誰なんだろうってずっと思っててあれ2年前かな、うん、でそれでもうこの曲気になると思ってでその曲聴いて歌詞は入ってくるから歌詞で検索したらゲンさんの曲でゲンさんそうゲさんの曲でそうもうなんか好きになっちゃいましたそっから。 俺もねなんかなんあれかくだらないの中にかああそう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 それ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 あれすげえいい曲だよねめっちゃ私あれ泣いたんです歌詞もいいし、まあ、声がいいしし声声ががなねうんあとほら俳優さんとしてもね結構ちょこちょこ出てるからうん,うん、うん、あの俺あれ見てたのあの「秋葉原ディープ」っていうさああ あのバナナマンの日村とかと一緒に出てたんであとほら「タイガードラゴン」にも出てたんでしょうんうんうん東京ガスの CM も出てましたよ一時期そう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 ,うね「くだらない」の中にの歌詞のね、うん、あのね「心が割れる音聞き合って」の部分がねもうね <laughs> もうね私ブワってきたんですよあそこ <laughs> まあいい曲ではあるわ確かに本当にあ,あとはそのまあ ドラマで共演して以来なんかバナナマンと仲良くて<ー>バナナマンのラジオの日村の誕生日にいつもその誕生日の歌を届けに来るのよいやもういい人すぎるもう喜んでましたね本人もまあそうだろうな、うん、すごい笑顔で写真撮ってた「紅白」はいろいろ新しいものを取り入れてるんだなっていうのはねーえっ、ー、と何をおとしたんだっけなあほら ラブライブだっけ？はい、俺は全然知らないけど、あ,あれですか？あ声優さん、んうんそうそうゲームのやつで,でしょ？アニメなのかななんかそれのやつが全部出るってね。へえー。すげえメンバー多いんでしょあれ。あ、あたしそうだ。高畑充希ちゃん。高畑充希。わかります。ドコモの今歌歌ってる。ドコモひかりって歌ってる子。ああ、それは知ってるわ。あの子歌うまいんですよ。へえー。 あの子すっごい好きです紅白は出てねえのか出てないけど歌がうまいっていうのなんか確かねめ CD も出してるはずなんですけどえ。へ<ー>歌うまいけどあんま注目されてないっぽくてあれこの大原さ子って人初だねああさ子ちゃんも私聞きますねあれ俺なんかこれお前におすすめされて聞いて記憶があるんだよなあの私おすすめしたかも 甲子園のなんかあれだろ。あ、そう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 ,そうこの子だよな。そうですそうですそうです。でお前に言われて YouTube のやつ見たんだよ。悪くないでしょう。あれだってなんか生であれでしょ。歌ってるやつでしょ。うん。うん、なんかお迫力すげえなーって思って記憶はあるわ。あんなあんな顔可愛い顔してめっちゃ歌うまいっていう。うん。あその子がだから紅白出るんだね今回。ですね。瞳っていう曲で出るみたいよ。 なんかね本当歌うまい人を見ると私はもう今幸せですはい、えー。アイドルばっかり出てきてるからまあそうだねそう歌うまい人の歌聴けるとほっとするというかうあ音楽まだ大丈夫だって思うあ,あー椎名林檎も出るんだ今回ええー、あとほら「スーパーフライ」が初ですねあスーパーフライ」はいいですよねかっこいいねかっこいい そうだあとバンプオブチケンあバンプはこれはもうかなりのアプローチを仕掛けたって聞いてますよああ、出してくれってあのうん、うん、NHK 側がああ、出てくれ出てくれってもうねかなり前からあ正直紅白に出るようなイメージないもんねそうだからね多分ずっと言い続けてたんですよ何年もそうだよなもうバンプも投げんだもんなだってバンプ あれですよね去年確か「M ステ」初登場したしえー、そんな嘆いこと出てなかったんだそう地上波で歌うっていうのがあ<ー>確か初だったのこれで曲目の「レイ」ってあれだよなこれ初音ミクと一緒にやった、うん、曲だもんな初音ミクさん出るんですかねそれは出ないんじゃねえかなでもまあその「バンプオブチキンが結構いろいろそういうなんだろうな柔軟な対応になってきたんだなっていうのは <laughs> わわかるわなそのボーカロイドと組んでみたり、うん、テレビに出てみたりとかっていや多分ねやりたいことができるようになったんだと思うんですよね本人たちがあの人たちも結構なオタクだからあーそう言うよねうん初音ミクとかもやってみたいと思ったんだと思うんですよ綾波レイに向けたた曲とかもああったんだろああるえですねだからそういうのは好きは好きなんだろうなうん あ、あとほら、小林幸子が千本桜っていう。ーボーカロイドの曲を歌うんだろう。戻ってくるんですね。そうだね、戻ってきたね。ラスボス。一時期干されちゃってたけどな。いや、でも、あれは賢い選択だったと思いますよ、私。うまーくネットを活用したよね。ネットとオタクを活用しました、ね。<laughs> オタクを活用したね。<laughs> いや、なんか、そ、そっちにシフトできたっていうのは、<ー>小林幸子の。 柔軟性だと思ういやーそりゃそうだ演歌歌手がそういうことできるんだからまあ、うん、大したもんだよね私はだからあこの人やっぱすごいんだなって思いましたうーんああ<っ>レベッカも出んのかしかも初だへえ<ー>復活だからついでに「紅白」も出ちゃう感じなんだねさっきから「出んのか」って言ってますけどもう出てますからねよく気が付いてくれた <laughs> よかったなーって言わなきゃダメなだめなのね。<laughs> そう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 。あ,あれ本当よかったなーって話さないと。難しいな、録音ってな。<laughs> <laughs> でほら、今回トリガー、マッチと聖子ちゃんですよ。あのね、そこが不安でしょうがない、私見ないと思いますけど。まあでも世代交代したね。したけど、そこかって感じじゃないですか。 あのー、かつて噂があった2人だからねあ,<ー>あれとしちゃんか噂があったんは郷ひろみじゃないの松田聖子は郷ひろみとも噂あったねあいろいろそうかマッチはあれだあきなうんそう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 へえ上,、ね、上だけどちなみに俺が初めて買ったレコードはマッチだよ えー、子供の頃にそれこそ「ギンギンギロにさ,さりげなく」とかそんなやつだったような気がするのな今でも家にあると思うけど私絶対言いたくなかったけど一番最初に買ったシングルは「うん、ミッドナイトシャッフル」ですあマッチの <laughs> あのあれじゃんドラマの主題歌じゃんあれのだ <laughs> かが好きでそうだねキンのあのなんだ、金田一」うんうん「銀楼」銀<路>「銀楼」「銀楼」「回帰ファイルです 主題歌なんか天使のよう,なそう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 ,そうもうねふもう消したい過去あれでももう10年以上前か、うんえー、もう10年どころか20年以上前ですよそのマッチがなんていうかリバイバルヒットっていうかこう年取ってからヒットさせた曲だよなうんなんか歌うまくないのに買っちゃったっていうのが <laughs> 私あ <laughs> <laughs> ああってあそりゃあ <laughs> それあの頃のジャニーズさんのアイドルはしょうがねえよだからなんかそれが私の中で結構嫌な思い出なんですだからマッチとトシちゃんとヨッちゃんの中でヨッち,ち,ちゃんはほらもう音楽方面でギターに行っちゃったけれど、うん、だマッチは一番音楽的にはなかったよな 正直 <laughs> なかった<ー>いや別に私トシちゃんも好きじゃないですけど俺も別に好きじゃねえけれどでもあの人のほらダンスとを歌はう,う,う,、うん、うまいっていう人もいるからやっぱまあうんそれはまあ個人のあれですけどでだからそう考えるとマッチは別に踊りとかボーカルとしては特にあれはねえよなっていううんそして。 あの成長しなない感じは何なんですかね,ねそうそうそうなんだよね若いよね、うん、だからね、うん、異様にマッチって若いもんね、うん、でもすごい人気だったんだぞいやだからそうなんですよねうんちょっとこう <laughs> だからやんちゃなアイドルがマッチだったんだな、うん、でちょっと大人っぽい感じがトシちゃんで まあ、あ正直あんま人気はねえけど、まあ、ギターがうまいみたいなのがヨッちゃんだったわけだよな私はヨッちゃんが一番好きですもう普通にミュージシャンとしてその、うん、ギタリストとしてやってるからね、うん、こないだ私気づいたんですけど、うん、私光源氏全然わかんんないんですよ。あ世代じゃないいや世代なんです世代なのに、うん、私はスマップから入っちゃってうん なんか他のみんな光源氏の歌とか歌えるのにああそう私だけ光源氏歌えないんですよあーローラースケート流行ったけどなジャニーズの入りが私遅かったんですうんだからあの何よーこそとかそこしか歌えないんですよパラダイス銀河あーそうそうあとあれあー <laughs> あー はは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 ガラガラスの十代じゃねえかそれ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 ガラスの十代いいですよねそうだよそれも歌えないんです知らなくて <laughs> でもねほらあのメンバーの大沢さんだっけね大変なことになっちゃっいね <laughs> あ,あれは私ね言う必要なかったと思う。 何とも言えねえなーいやいやいやもう奥さんがもちろん悪いんですけど,けれど私子供はかわいそうだと思いましたよ<ー>あんな公表されてまあ結局そこだよな16年間一緒にいたのに今更血つながってないっつって、うん、お,りおいおいないってなんかでも光源氏ってみんなやっぱりちょっとこうやっちゃってるよね <laughs> あれほら覚醒剤で捕まった人もいたでしょ赤坂ですね あんま正直パッとしないしねメンバー的にもね <laughs> 今どうしてんのかなっていうこの間佐藤篤弘は出てましたよなんか番組であもう名前言われてても顔がうん多分分かんない<ー>一番可愛い顔してる一人だけすげえ年下がいたような気がしたんだけどな光源氏光んないっすいやー光源氏は本当に当時としてはスマップ以上のそうで スマップも逮捕者2人いるのに <laughs> <laughs> すごいなって思ってすげえな<う>ちゃんと復帰してきてるよなそうそれができないじゃないですか他はあ,あこれだこれだだ、光源氏」は「光」と「源氏」に分かれてたわけだよねあじゃあ「神船」と「トニ線みたいなことですかそう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 で大沢さんは「光」の方だったわけやうーん で源氏の方はだからも諸星さんとかだなははは佐藤さん山本さん山本さんって言ったんやな赤坂さん佐藤厚弘さんとそれです私が一番可愛い,いと思ったのはあでももう42ってことは一個上だな中居君と遊んでたって言ってましたよええー、でも光源氏の方が先輩は先輩なんでしょ、うん、俺ほんと本当スマップ羨ましかったって言ってました番組で。 えー、<laughs> ただじゃあいたらどうなってたっていうと多分ダメだったっていうね、うん、あとあれですジャニーズつながりですけど去年は V6 が20周年でした、うん、ああそっか嵐が15年あーそうなんだあーちなみに「嵐と V6」出てるねで出たね「<laughs> 紅白に」に <laughs> そりゃ出ますね でも両方出るんかあそうか患者にもそのジャニーズばっかじゃんジャニーズはもうジャニーズですもん強えんだな強えですよは強えですよ今な何が一番人気あんのジャニーズの中で嵐じゃないかなやっぱ嵐か嵐はやっぱり今すごいと思いますすごいよなこないだ年間のシングル売り上げのトップ10まあ AKB とかに持ってかれてるんですけど10位と9位は嵐だった気がするまあテレビでもよく出てるよね出てるもう見ない日ない本当ないよ、ね、それこそマツコじゃないけどだって CM だってね5人で出てるしそうだねうんそれと比べるとちょっとあれだね V6 は露出が減っちゃったよなメンバーとメンバーっていうか全員の V6 としてやねうん 特にね別に何もないのにちょっと減りましたね、うん、やめちゃっったんだっけ誰かやめてないです1人もやめてないですもうメンバーが減ったようなイメージすらあるよな多分ねそれはジャニーズジュニアという子たちが後ろで踊ってたりするし、うん、まあ同年代でいろいろいたからごっちゃになっちゃうんですけど、うん、V6 は全然減ってないです人ああ <laughs> そうなんだはい TOKIO も,も減ってないしあそうだね、うん、学校へ行こうかなんか復活してたでしょあ見ました見ましたあれって V6 なんでしょそうですだからもうそれぐらいってことかもうだいぶ前だな私だって小学校の時に見てたからあれはね V6 のすげえ記憶イメージがあるんだよねあの番組あれそうあれは面白かったですね当時そっか 体からもう15年ぐらい経ってるわけだな経ちましたね V6 がそうか20年かすげえなそうですもともとだってバレーボールかなんかのやつだよねデビューねミュージックフォーザピーポーラービーンですよねうわ懐かしいな <laughs> <laughs> そのあたりって確かユーロビート系だったんですよ V6 でなんかそのあとに出したの「メイドインジャパン」っていう歌であったあったあった<と>、うん、もうねなんかこの間スフト本当に思ったけどだっせって思って聞いててあれでもやっぱあれだろう <laughs> そのバレーボールのチームを一応応援するようなやつなんでしょメイドインジャパンはそっちだったのかな分かんない メイディジャパンですよね。うん、あったあった。そう、なんか、今は絶対ありえない歌詞なんですよ。あとは、まあ、パフュームとかだな、西野カナとか出てなああ。西野カナのトリセツって聞きました。気合聞いたことないね。ね、何も共感ができなかったっ。<笑><笑>それはまあ、二十九の女が共感するような曲じゃないんだろう。うん、ってことですよね。もし十代で聞いてたら。ああって思う。 たんですけど自分の十代の得意に置き換えて、うん、あの震えてばっかりの曲の人だろう震えてばっかりだけどなんかもう今回は違う意味で震えました私取説ってあの取説か取扱説明書かあそうですそうですそうです、えー、あのねこれこれ<お>あそっかって思ったんですよね <laughs> 今歌詞歌詞のサイトを見てるよあ見てください私 の説明書をよく読んでみてな。あ,あ、<曲>そうですそうですそうです。<laughs> うわ、これちょっと引くな。髪の毛の変わったのは気づいてほしいけど <laughs> 太ったとか言わないでみたいな。要はその取扱説明書の定義でその進めてるわけだよな。そうなんです。これどうなんだろうな。なんかなんでそこにこうスポットライト当てたんだろうね。なんだろう。これって男の人に向けて歌ってるじゃないですか。確実に。 女の子が<ー>でそれって男側がこの曲聴いた時にもう重たいって思わないのかなと思ってだって相当若いでしょその支持層って <laughs> いやー若いと思いますよだって私たち全然だもん紅白としてはやっぱりないろんな層の人気アーティストを入れなきゃなんないから、うん、そうそうそう まあそりゃそうなるわなでいやあれだね女性ファンを中心にブレイク楽曲トータルダウンロード数ってことは500万超えるってことはやっぱその携帯とかでダウンロードして聞く人の層の支持ってことだよな、うん、ってことはやっぱり若い子だわ全然知らねえ曲だったけどそういう曲だったんだなそうなんですよだからちょっと皆さんにも聞いてみたかったんですどういう心境なのかなって。 もうでも自分がもう中学高校の頃とかはなまあそのなんだろうなパンクとか聞いてたりしてたからあんまもう、うん、こういういいの通過してきてきないんだあとその頃なんだっけな,なまああとは山下達郎とかかああ達郎山下も聞いてました私最近なんかねコンサート途中でキャンセルしちゃったってね,ねプロ来たって思いました G の音が出ないってね <laughs> すげー理由だなって思うけどだって全部あれでしょどうせ払い戻しでまたやるわけでしょう,んうん、うん。自分の最高の状態でパフォーマンスをしたいってことですよねそうだね玉城浩二に見習ってもらいたい <laughs> <laughs> 玉城浩二も私別に歌すごい上手いと思うし好きなんですよ曲は、はあ、人間性ですよねいいんじゃないかな歌歌が上手ければ そうなのそこなんですよ。そういうもんだよ。そういうもんですよ。うん、私だから玉置浩二の歌は結構カラオケで歌うもん。あとなんだっけうん。ってやつ。Ana, ねっチビリアンのは「はへはへ」の歌がね披露 <laughs> したところでねそろそろね。はい いい時間ですねもう <laughs> いい時間なんでなんか悪いな気持ちよく歌ってるとこな <laughs> 全然気持ちよく歌ってないけど分かってないんだもんだって歌詞 <laughs> <laughs> えー、ということでね、はい、まあねこれ収録なんでまだ実際は「紅白」見てないんで <laughs> もうそれ言うんだなんか当日休みになっちゃったみたいなこともありうるから <laughs> 何がえ誰アーティストが だからまあ一応そういうことをね、あのー、言っておきます見てないで喋ってますんで <laughs> 出場者の、まあ、リストだけを見てね喋ってみたんで <laughs> は、はい、いい「紅白」になったのかなそれをね、あのーうん、もうおののがこれをね聞いてる頃にはかみしめているはずでしょうから。 やっぱり音楽の話はしていきたいですねそうだねたまにはねうん、うん、していこうかなと思いますんでよろしくお願いいたしますます